こんにちは。キラボシありがとう、みんな。ありがとう。こんにちは。めっちゃ暑い？今日その、あ、そっか、今日。暑いって言ってたな。今日、昨日言ってたわ、そういえば。今日、30何度とかの日でしょ？めっちゃ暑い日だよね。こんにちは、どうも。ギリギリこんにちは、どういうこと？ギリギリ？どの？外出たら溶ける。そんな暑い？外出ないでおこう。昼。暑いのやだ。その33度高すぎない？うん、つけてる。こんにちは。どうも。ね、これからの季節、大丈夫かな？暑すぎて。出れなそう、外は。深い意味はないんです。毎回。こんにちは、どうも。どうも。今の時間29度もある、溶けちゃうよ。ねえ、姉さん、ファンレベル12。ありがとうございます。ありがとう。どうも、ありがとう。こんにちは。カミンエヌジー、夏。カミンじゃなくてな。やだなぁ。夏、一番苦手な季節なのに、一番長い。大丈夫、ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは。日本語で夏をなくしてください。無理だよ。だよ。こんにちは。切れたもん求めてる。
嘘で、嘘で。こんにちは。暑いな、本当に。わかる。一緒だわ。暑いのだけはな。なんでリアクションは世界ユース、世界基準。こんにちは、ヤホー、ヤボー、ヤボー。こんにちは。の。こんにちは。目の目の方ありがとう。こんにちは。目なた焼きときら星、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。あつまの方ありがとう。こんにちは。ちゃんと飯食べてる。ちゃんと食べてます。お昼は今日はまだだけど。しまったらかな。こんにちは、たまん。よいしょ。扇風機の風がなくなる。寒そうだ、33度あるんでしょ。いや、そら暑い。ちゃんと体を動かして。そう、出てるよ、ちゃんと。こんにちは、たまん。いつもの方ありがとう。こんにちは。こんにちは。二度目の方ありがとう。こんにちは。めっちゃ暑い、めっちゃ。この間、犬の曲じゃん、ストーリーで。暑い日は出たくない、言うたら、だって。久々スーツ着たらめちゃめちゃ暑い。スーツ暑そう。こんにちは、シャケンさん、コメントありがとう。もん。遊びに来た。ありがとう。めちゃめちゃ、今日は久々しか動かしてない。いや、出てますよ、毎日、外に。今日はラジオ、ヒロはいつもラジオだね。いつもかな。ヒロ、映像っていうのつけてるけど。カメラか。こんにちは、どうも。こんにちは。こんにちは。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。どうも。なんか溶けてんの、店。全然溶けてはないけど。いる配信だよ。こんにちは。だ京花ちゃん。だ誰だよ。京花ちゃんも外出て暑さ感じ。やだ、暑なんて感じたくない。嫌です。こんにちは、どうも。いつもの方ありがとう。こんにちは。こんにちは。もこんにちは。どうも。今日もお昼配信は1時間です。赤たいきそば食べてる？みんな。赤たいきそば久しぶりに食べた。ひたやきそば。食べたいな。美味しいよね。ハリーのドラッグさん、100回目の方もありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。やるめしまに、こんにちは。こんにちは。二度目の方に、7時間。
1時間7時間もしない。1時間です。1時間のオアシス、オアシス取り費用をするって言われて会場、今日買ったブス310人、なんて読むんだこれ、トムさん、違うかな、トムさん、初めて、ありがとうございます。ありがとう、今月からありがとうございます。こんにちは、お水ください、水ください、お水買ってくださいこんにちは、どうも、夏物の方ありがとう、こんにちは。部門いっぱい働いて稼いできてくる言ってないからね、私言ってないからいくらで言ってきますか、言ってくれますか、何、私が売るの新しい商売水売る新しいの始めるの。いつもの方ありがとう、こんにちは。マックでスマイルくださいって言うと水くれるし、知らんけどなんでそれ。水商売水売るから確かに一番とも、よくじゃんじゃん、水道さ高く売れる一緒だよ、一緒だよ変わらないよ別に、私の家だけいい水じゃないし別に今日買った水、今日買った水311人、うっちーさん、今月もありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。こんにちは、どうもー。豊後水あ、置いたの。豊後宝の水ってこと。豊後宝の水っていいの？初めて聞いたの。こんにちは、どうも。タムカ水？何？タムカ水って。え、なんだそれ。こんにちは、たまん。一番。お昼まだですね。こんな朝だります。しまった。こんにちは、たまん。二度目の方、ありがとう。こんにちは、どうも、こんにちは、やっほー、こんにちは、ランレベル9の方29人、すごいね、多いじゃん、少しの方が29人もいるの嬉しい今日もいっぱい減るかな、またラーメン、え、今日はラーメンはいいかな、昨日取れたからこんにちは、いつもの方ありがとう、こんにちは、どうも、こんにちは、夏だね、もうね、暑い暑い、もう最近嫌ですね暑くて、
にちはんとも、ご主人おめでとう。ありがとう。私もザフ行かないよ、行かないです。ないです。こんにちは。どうも、こんにちは。うん。少しで2ヶ月だね。寝ちゃうし。少し。二度目の方ありがとう。こんにちは。花火大会に行く。花火大会には行くんでしょ。まあ、花火の予定じゃなくて。屋台に行きたいからだけど、いや行きたいなってだけど、別に行くとは断言してないよ。去年そうやって言ってないから言ってないから。花火大会ってお祭り、花火大会じゃなくてもいい、別に屋台があれば何でもいい。屋台目当てだから、屋台があればいい。いい天気、いい天気すぎて暑いよ。兄ちゃんとも浴衣着ま…浴衣いい、大丈夫、大丈夫。こんにちは、いつもの方ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。夏希さんファンレベル16ありがとうございます。ありがとう。2度目の方ありがとう。こんにちはとも、こんにちは。邪魔して。よいしょ。よいしょ。たつまの方に。水来ません。水来ないです。来ません。来ません。今浴衣呼ぶよ。私の格好でやったい、夏。いや、暑くない？いや、無事に333人いたら、SNS で言い方の写真。333、今何人だ？今311人じゃん。あと22人。もうちょいさ、もうちょい増やさない。350とかに。350人いたらでいいよ。今日中にね。今日中に。僕が強く10人10人いたり。こんにちは、あなたもサムの方、2度目の方。うん、こんにちは。うん、ケチたもんです。多分50人しますよ。多分50人でしょ。こんにちは、あなたも減量中、このパーカー、え、なんか見える、減量中、減量っていうの、なんか見える、格闘技やってそう。今日とは言わずに今月、いや今日だよ、いや今月だったら嫌だよ、今月だったら600円。でかい警備だけ。あとも、うん、姉ちゃん、はい、ありがとう。浴衣着てもっといい配信しよう。浴衣着る、着るのも大変だし。大丈夫。こんにちは、あんたもん。ムクさんの減量、いや、ムクさんじゃないから。いや、もう、減量してないけど、ただグレーのパーカー着てるだけだから。イサミの妥協する。イサミちょっともう大変だからさ、髪伸びたらあるわ、また。結ぶの大変だったから、また髪伸びたら今の長さ難しい。二度目の方、どうこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。伸びたけどさ、もうちょい伸びなきゃ。ちょっと短い。肩の着付け前 YouTube 見ながらしたんだよね。めっちゃ難くて、
ツルで来たことなかったからもういいかな大変なんだよね。こんにちは。でも前髪だけやってみて、前髪だけ三つ編み絶対可愛くない。髪伸びてよ、髪伸びてよ今伸ばしてるよ。うん、ジャムの方ありがとう。なんか見たいな、楽しみだな。あ、浴衣着ないですよ別に着ない着ないよ、着るなんて言ってない。ジャムの方ありがとう。こんにちは。どうもん。こんにちは。暑いね、ね、気持ちいい。こんにちは。どうも。何食べようかな。何食べよう。黒髪ロング大好き。そうなの？黒髪かするかな、いつか気分になったりするわ。でも髪色その時の気分だから、美容院に行く日の気分で決めてる。髪短くしたいと思ったらまた元に戻す。うん、と思うよ。短くしたいと思ったら気分だから、その時の気分に髪色って。サブさんファンレベル13ありがとう、ありがとうございます。単髪のパツキン好きなんで、単髪の金髪多分やんないかな。うんやん勝負師。エクスタはね、大変だからやらない。髪は乱の大変になっちゃうから普通に伸ばす。急に夜間警備やりたい気分になるときないですね。ないです。初見です。本当？本当に初見マークないぞ。恐怖で暑さ対策やる。何が恐怖？夜間警備？いや、いい、疲れ、疲れ。こんにちは。今日は一本普通には出てない。今日まだ出てない。今日はそうなんだ。あ？いやね。そうです。あと、スライタイマー。全然何も考えてなかった。全然違うやん。全然違う。うん。うん。こんにちは、どうも。こんにちは。どんな関係を、誰かが待ってる？関係日はもう決めてるからさ、今日がたまず600人いたらそれ達成しないとしないですよ。私はしないよ、決めてるもん。だって何じゃの、初訪問でしかないです。そんなわけがない。深夜徘徊するんですよ。何言ってんの何言ってんの。こんにちは、どうも。うん、どうもん。こんにちは。
500人に書いても絶対文句言わない？いやいや絶対にしないですか？大丈夫、しない、大丈夫。どうしたら大丈夫？涼しくなったら大丈夫。ドイツとスコットランド、どっち？ドイツとスコットランド、あんま分かんない、どっちに何があるのか難しい。どっちがいいの？もうすぐ昼休みが終わるので、またいる配信で、またね、お仕事頑張ってね。涼しい話してよ。涼しい話ってな、なんだ、涼しい話。どういうやつ？頭の方、ありがとう。こんにちは。ボン。こんにちは。どうも。涼しい話？怖い話ってこと？そんな話ないもん。そんな話ないもん。嬉しい？ご飯しな。おはよう。あ、こんにちは、たまーん。お昼泣いた。お昼待つです。この配信終わってから、なんか食べようかなと思ってる。でも何食べるかまだ決めてないです。食べよう。こんにちは、とも。サブイボの話、略してサブバナ、はい、サブイボって何？サブイボって何？何サブイボ？こんにちは、うん、鳥肌？あ、鳥肌のこと？鳥肌立つ話ってこと？サブマンの初めて聞いたけどサブマンの泣くない？普通にこんなさ、はいって言われてないよ。サブの方、おう、こんにちは。おう、こんにちは。何曲目出すやかんけび。何曲目の曲が多分600人で、ね、出ます。2度目の方、ありがとう。歌おはよう、おはよう。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。鳥肌ってホラーのショートドラマ、映画終わった、好きで見てます。あ、そうなの。そう、だから私に今年一番か。やついよね。はい。お前さんの話は恐怖がつく。どういうこと？怖い？怖いですか？こんにちは、たもん。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。たもん。急に体がブルってなるのって、ブルブルってなるって幽霊見られてる。え、そうなの？初めて聞いた。そうなの？あの、身震いするの？怖い話してる欲求がすごいから。いや、私言ってないんだから。言ってないんだよ、急にみんなが言う。どうやって、何も怖いお話の子は、なんていうの、持ちネタみたいな。
はい。何じゃだわ。お母さんと絵肌が見たいです。何言ってんだ。めちゃぬるい。夜に揺れてる。本当に？本当？こんにちは、どうも。こんにちは。夜で悲しむ、私悲しむり会ったことないんだよね、一回も今まで。なくってさ、わかんない。やったことないです。ホテル、お仕事の時泊まってる時とかでしょ。いや、ないね。家で寝てる時もないし。AKB すると聞いて飛んできました。いや、深夜600人でね、600人にするから。まだですね。2回ぐらいある。あるの、悲しまり。まだ一回もない。あるかな、これから。悲しまり、動けなくなるやつでしょ。普通ないでしょ。あ、普通ないの？いや、みんなあるのかなと思ってた。こんにちは、どうも。自分も悲しまり。うん。わぁ、二度目の方ありがとう。うん。なんか見たりした、え、それもない。ないです。でもないですね。ないです。こんにちは。二度目の方。おう、こんにちは。ご飯のしてあげたけど、自分で米の洗いちゃうからね。大丈夫だ、怖い話。わかっちゃうから。でもそんな、いいから。ふふ。初の方ありがとう。こんにちは。どうもー。寝れてる体を動かないなら、ひのこちゃんが上に乗ってる可能性大。怖すぎでしょ。怖すぎない？それ、起きて、体を動かないなと思ったら上にひのこ乗ってる。めっちゃ怖いじゃん。怖いわ。え、なんでいるのってなる。こんにちは、どうも。初物語ありがとう。こんにちは。今がチャンス？なになに？なんか、けよ。怖っ。宿題にまとめた6人で幽霊見たって話。めっちゃまとめてくれたわ。いや、それならこれ。こんにちは。ひなこ寝相悪い。今ひなこ、寝相、まあ全く動かないわけじゃないけど、ひなこね、そのお仕事で一緒にホテル泊まってた時とか、見てたのはこう布団をさ半分だけ足かけて半分出るみたいな。それで温度調節してた。暑いんだろうね、旅行入ったら。ケンさんファンレベル14、ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。ひなこに愛がぎょとしてないよ。なにひなこなんか。愛がぎょとす。カップル私。ひなこ。さっきまで無音だったんだけど、350人で浴衣着るって本当ですか？浴衣は着ないね。350人で。今日中にね、今日中に、今日中に350人までいたら、浴衣の写真を載せるってだけでしょ。着ないよ、今日。着ないよ、絶対に。こんにちは、どうも。どうも。なこちゃんらしい。確かに。イベント落ちる見てビクってする時あるけど、悲しいわ。あ、確かになんか落ちるみたいな感じビクってする時あるけど、悲しいわ。ないな。初物の方ありがとう。コスプレ話がこっそりしない、しないです。初物の方、二度目の方ありがとう。こんにちは。
それはケチだ。何ケチだって。何？何ですか？何ちゃんだわ。2度目の方ありがとう。こんにちは。350人いたら明日浴衣配信しない。浴衣は着ない。大変だから着たくない。嫌です。嫌だ。嫌ないです。浴衣着るのにさ、なんか紐がいるのね。持ってないんだよね。だから着れないや。買わなきゃいけない。いいかな。着ないです。着ないよ。肩。嫌だなだなんて。肩は嫌です。ないよ。着るのはもういいよ。大変だもん。でも紐ないから着れないや。着れない。おめえとは別に紐いる。別にいる。浴衣着る用の紐が、それないと着れない。帯だけじゃ着れない。ないから紐なくて、紐なんじゃなくても紐なかったら着れないよ。無理だよ。どうやって着るんだよ。無理ですよ。そう、着るの大変なんだよね。めっちゃ時間かかったから、お前一人で着るの。いやもういい。もういい。大変すぎて。もういいね。うん、知らなかった。そう、置いたら別にもないと切れない。こんにちは。どうも。あ、ジャムの方ありがとう。どうも。ふだん、ヘイトのあまりあるヘイトのあまりやだよ。でもこういう紐じゃないから、浴衣のやつこういうのじゃない。毛糸みたいな感じじゃないですか。浴衣写真見たけど、これわかるわよ。こっちの力が出します。浴衣、350人いたら、前の写真載せる。着ないけど。浴衣も嫌だ、浴衣も嫌だなんて。これは何を着るにすればいい。それ以外もっとあるでしょ？もっとあるでしょ、きっと。夜間警備は許可とおず600人でやるから、約束してるから、ちゃんとやりますよ、600人いたら。やりますから。350人水着写真載せるって本当ですか？水着写真はないから無理です。載せません。載せれない。そもそもない写真持ってない。こんにちは。どうも。こんにちは。こんにちは。浴衣の写真もあるよ。今日中に350人行けばいいですからね。今日中に。明日じゃダメ。今日中にだった。お腹空いてきた。何食べよう。オフショットもなし。どういうこと？オフショット？何のオフショット？お預け。お預け？厳しい。たぶん。なんだそんなの。鬼？そんな、そんな鬼使うの。鬼って言われる。
なんかすいた、何食べよう。水虫撮影した時のオフショットあるね、クルクルして。あ、前のやつ、前のグラビアの時の。いやね、1枚保存してないから持ってない、本当に持ってない、1枚も持ってない。あんま好きじゃなくって写真保存しなかった、一応持ってないです。私あつまの方ありがとう。あの時のオフショット一番持ってないですね。あ、保存してないです。じゃあそろそろ金稼ぎに行くから、まだね。またね、お金稼ぎに行く。お仕事頑張ってね。またね。お色ご飯で汗が止まらない？何？あったかいの？辛いの？食べたとか？何食べたの？そろそろ焼き豚になりそう。夏焼かれちゃう？やばいな。涼しいところかな。ハヤシライス食べてる？熱いの？止まらない。やばいじゃん。シレス、最近食べたの。シレス。シレス好きだよ、私。こんにちは、たまん。こんにちは。私の遠赤外線効果が遠赤外線で焼かれたらまずいな。ただめっちゃ暑そう、外。みんなからのコメントを見る限り、今日まだ外出てないから分かんないけど、めっちゃ暑そう。挑めなかった。こんにちは。どうも。じゃあ暑そうだね。スカイツリー周辺は33度。暑。でもさ、今さ、まだ6月じゃん。6月で33度だからさ、なんか7月8月、なんかどうなってるか怖すぎるんだけど。次ない、もっと上がるでしょこれから。嫌だな、出れないよ外に。これ以上上がるの無理だな。50度くらい出る。みんな溶けるな、やばいね。50度やばい。外歩いてきたけれど、湿度そこそこだから歩いてればまだ大丈夫。あ、そうなの？歩いてるわ。日傘で頑張れ。なんとかなるかな、日傘で。いやね、怖すぎ。ね、またさ、焼けちゃうよ。うん、怖い。用意してて、こんなの作って。これから。どんどん用意作るか。今、外出たら出店する？出ないとこは絶対に。風は少し涼しくなったけど、風呂気にさせない日差しの暴力。ライダーそれ。
海道今、あ、北海道今20度なの。北海道行きたい。北海道めっちゃいいじゃん。涼しい。羨ましいよ。どうもの方ありがとう。うん。こんにちは。北海道普通にまた行きたいな、旅行で。前回小樽行って。まだ足りてない。あんまり、観光しきれなかったから。もう一回行きたい。この間だけ北海道に住んじゃう？北海道ついてないらしいし。住んじゃう。やばく疲れ北海道時間の無駄。仕方ない。波動旅行だったから。思い出しながらそんな30度、東京より過ごしやすいと。いや、でも30度よ。暑いね。でも北海道の20度めっちゃ羨ましいんだけど。涼しい。いいな。今部屋さ、エアコンつけて、23.5度ぐらいなんだよ。北海道にかなわんだよ。北海道の気温。お兄ちゃんともん。一番。いつもの方ありがとう。こんにちは、たもん。北海道。次は、北海道旅行ってさ、どのぐらいで行くもんなの？一泊二日も短いな、もう。わかったわ、波動旅行で。どのぐらいで行けばいいんだろうな。また行きたいけど。とりあえずエアコンつけずに頑張ってるけど、そろそろ限界近い？つけた方がいい。つけないよ。今日の北海道は過ごしやすい。20度めっちゃ羨ましいんだけど。なんかさ、エアコン18度って言ってさ、ひなこの家行った時にさ、とりあえずエアコンつけるってつけたんだけど、なんか、その時なんか暑くて。いつ行ったか忘れたけど。夏だったからエアコンつけてくれたんだけど。温度設定低すぎてびっくりしたんだけど。なんか、いや、家で18度設定見なくない？18度か忘れたけど、めっちゃ低くて、温度。びっくりした。下げれるギリギリまで下げてる。18度って。あんま見なくない？なんかさ、ホテルとかでさ、こう、極限まで下げるとか、暑すぎてめっちゃ下げるとかはあったよ。それ、なんか、ホテルでダンスを練習してて。で、めっちゃ暑すぎてさ、めっちゃ下げるとかあったよ。家であんましなくない？そんな、全然。ひなこだな。2週間以上あった方がいいの？3泊4日でレンタカー借りて弾丸で北海道の時間回るのはギリギリだった気がする。3泊4日でもギリギリなの。そんな長くよ。そんなに異常かなって気がする。ちょっと変わってるよ。地域仕事としても4日欲しいかも。地域仕事って4日ぐらい、3泊4日。2週間じゃ長いな。何泊かかる？何回か行けばいいのか。冬の暖房なら18度だけど。いや、もう夏だったよ。冷房だった時。もう寒すぎて。寒くないっていう話した。なんか、でも面白いから。自分じゃ、あんま見なくない？家でさ、18度設定。冷房18度。太陽で行きたい。こんにちは、どうも。神奈川29度だったのに最高気温の30度に達してしまった。暑いよ。暑い。1週間でどんな思い出になるか。1週間じゃ無理か。全部。また行きたいな、ほっこり。ゾムの方ありがとう。確かに、ひなこちゃん、暑がりやから。暑がりにしてもじゃない？
18度は低すぎない？エアコンの設定。あんま見なくない？こんにちは、どうもどうも、どうもの方ありがとう。こんにちは。餃子男子好きですか？好きですか？うん、もう嫌いも特にはないけど、でもいいんじゃない日傘そういう、だってさ、夜景の対策って大事じゃん別に。なん、女の子だからとかだから大事じゃん普通に。よくないしな、紫外線当たるの。サムの方に、2度目の方ありがとう。どうやったもの運転で北海道行くの？いや、私最近運転してなさすぎて怖いよ。運転するの自分が怖いからさ、運転するの。いや、大丈夫、運転は。でもほぼ寝てるから3ヶ月くらい欲しい。あの、北海道旅行、いや、さすがに旅行じゃずっと寝ないよ。めっちゃ無駄じゃん。どんだけいるの北海道。猫ちゃん何あり？ 18 度？まあ別に別に、まあ人が何度設定だろうが何でもいいけど、別に何度でもいいけど、自分じゃないから。スーパーコンピューターなんだろうね、ひなこ。なんか面白いからな、変わってるから。去年から日傘させるようになった。日傘デビューバスツアー？どうだ、北海道バスや。楽しそうだけど、北海道でえしたいよ。イベントイベントできるの頑張るね。なんか南極に住んだら幸せかもしれない。南極に住んだら住んだって寒いって文句言ってそうだ。寒すぎるって。うん、ほらありがとう、ありがとうございます。大丈夫、自分免許取って10年ほぼ運転してなかったから。あ、最近運転してるの？10年ぶりに運転怖くない？アクティブだもん。アクティブ。旅行中はさすがに寝ない。一日寝る日とか作んないです。そのやつ、ね、家ってかさ、旅行先、ホテルでゴロゴロするみたいな。ないです。例えば北海道、小樽、知床、プラス知床とか、ここだってプラス、北海道とかし、え、北海道旅行行くんだったら、その一気に全部回るつもりはない。しまって行くから。どうもの方ありがとう。夏はいつに40度が当たり前の時代が来るか怖いね。いや、40度当たり前嫌だな。嫌だな。ついてしました。悪タモ、悪タモってなんか悪い私みたいな。悪逆しかた変な。2度目の方に、あー、こんにちは。もう、こんにちは。北海道の空気を感じるべく、一日睡眠に当てると、しないです。ちゃんと電話する旅行に行った。こんにちは、どうも。アクリル多分。アクリル？もう意味わかんない。意味わかんない。うん、北海道で見た星空綺麗だった。いや、また行きたいよ。波動旅行ちょっと短すぎたから。こんにちは、どうも。悪大官、悪大官ってどういう意味？他の悪大官どういうこと？それ、こんにちは。悪タムってな。こんにちは、どうも。お腹空いた、お腹空いた、うん、こんにちは。アク取るだもん。いいよか。北海道は夏でも朝ストーブつけた思い出しか。夏でも朝ストーブ、夏じゃないじゃんもうそれ、冬じゃん。お腹空いた時は、ダサすいてお腹膨らませるの。
そうですね、ちょっと苦いから苦手に。ただ一泊二日で、熊本一泊二日という名のスケジュール。仕方ない。あの、ハード旅行だから仕方ない。アクセル多分、もうそれも意味わかんない。どういうことよ。カニちゃんの。お昼暑いからこそお鍋。いやいや、暑いよ。暑いよ、お鍋。嫌だよ。井上の方に。うん。こんにちは。アメリカ旅行はどれくらい日数あるんですか？アメリカ旅行？アメリカ旅行か。どのぐらいあればいいんだろうな。でも一泊二日でも全然行けるんじゃない？大分だったら。行けると思う。うん。でも200ぐらいあった方がいいのかな？わかんない。わかんないけど。12分なう、ありがとう。ゾームの方、2度目の方、ありがとう。こんにちは。そう、長崎の一泊ですか。全部、波動力は全部一泊ですか。延長もできるけど。あの、自分でその分払えば。温泉入って終わりそうじゃない。ホワイト旅行？え、そんなのないでしょ。ご飯もあるやん。ランキングもかな。うん。と、10選からランキングを読みたいと思います。と、13位、なつきさん、ありがとうございます。12位、まさひろさん、ありがとうございます。11位、ハンドハンマーさん、ありがとうございます。10位、ねえねえさん、ありがとうございます。9位、イコルさん、ありがとうございます。8位、コロちゃんさん、ありがとうございます。7位、ムラさん、ありがとうございます。6位、ライチさん、ありがとうございます。5位、シンディさん、ありがとうございます。4位、サウさん、ありがとうございます。3位、アルさん、ありがとうございます。2位、ヤスさん、ありがとうございます。そして1位が、フロマさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。初音の方ありがとう。こんにちは。初見さん。たい焼きありがとうございます。ありがとう。初音の方ありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとうございました。ご飯食べてから配信。お腹空いちゃった。なんかさっき決めす寝るんかい。ちょっと食べて寝ようかな。夜配信は今日も2回するかな。早くできそうだったら早く始めて間にスイッチするみたいな感じでしょうかなと思ってます。うんうんですかね。お腹すいたー。お腹すいた。いいよ。あと39人いけるかな ?350 人。うん。夜ご飯食べたら寝るの。眠かったら寝る。眠くなかったら寝ない。その時次第。そろそろ終わるかな。じゃあ、お仕事ある方は頑張ってください。また夜配信でありがとうございました。またねー。バイバーイ。またね。